物質の第五の状態による超伝導を実現。高温での超伝導へ新たなアプローチ。物質の第五の状態による新しい物理現象が東京大学の研究者たちにより実証されました。11月6日にサイエンスアドバンセズに掲載された論文によれば固体、液体、気体、プラズマに次ぐ第五の物質の状態として知られる、ボース、アインシュタイン方式において、初めて超伝導が実証されたとのこと。ボース、アインシュタイン方式に由来する超伝導現象はこれまで実験的に観測されたことはなく、物理学史上に残る快挙となりました。しかしボース、アインシュタイン方式とは、一体どんな物質の状態なのでしょうか。固体、液体、気体、プラズマに次ぐ、第五の物質。物質は温度を上げていくと固体、液体、気体と分子の結合状態が変化し、さらに高温になると、分子間の結合がちぎれて、単独の原子が飛び回るプラズマ状態になります。一方で、逆に温度を極限まで下げていくと、第五の物質、ボース、アインシュタイン方式と呼ばれる特殊な状態に変化することが知られていました。物質がこの第五の状態になると、信じがたいことに全体から粒子性が失われ、単一の波動として振る舞うようになります。この動画では、温度の低下によって粒子の存在が波として曖昧になって、淡く滲んで、いき、最終的に一つの巨大な波に統合される様子が表現されています。またボース、アインシュタイン方式となった物質は、粘性のない、超流動、と呼ばれる不思議な性質を獲得することが知られています。超流動状態では、通常の物質ではとても通過できないような小さな穴からでも漏れ出たり、容器の壁を勝手に伝って外にこぼれ出るといった、常識から外れたような挙動を取ることができます。